まずはじめに大きいボウルに粉を入れてください。ここに分量の塩、ひと混ぜします。砂糖を真ん中に置いて、その上にイーストを入れます。そしてイーストめがけてぬるま湯を注いでください。時期によって水分量は違うので、少し残して様子を見ましょう。ここでお箸を使って手早く混ぜていきます。ある程度粉と水が混ざったら、お箸を取って手でこねていきます。はじめから手でこねてもいいんですが、お箸を使うと手につく生地の量が少なくて済むので、こねやすくなります。ここで水加減を見ます。粉が残っているようなら残りの水を足してください。このように白い粉がなければ、ここでこねていきます。このように生地がまとまって弾力が出てきたら、バターを少しずつ塗りつけていきます。手についた生地は気にしないで、機械のようにこねていってください。バターが馴染むと生地が手から剥がれてきます。このように七割型こねられたら、レンジで柔らかくして裏ごしたじゃがいもを加えていきます。ここが今日のポイントです。このじゃがいもを加えることで生地がふんわりとしていきます。ここでじゃがいもが馴染むまでしっかりとこねていきましょう。生地を発酵している間にフィリングを作っていきましょう。フライパンにサラダ油を温めて、玉ねぎのみじん切りを炒めていきます。このように玉ねぎの水分が抜けて少し色づき出したら、ひき肉を炒めていきます。ここでひき肉の色が変わるまでしっかりと炒めていってください。ひき肉がパチパチと少し跳ねるぐらいまでよく炒めたら、ここでレトルトカレーを加えていきます。全体をよく混ぜて、一度沸騰したらパン粉を加えていきます。ここが今日のポイントです。このままの硬さですとパンに包めないので、しっかりとした硬さになるまでパン粉を加えていってください。このようにパン粉で調整したら、火を止めて粗熱を取っておいてください。滑らかになるまでしっかりこねて、ボウルに入れて一次発酵させました。だいたい2倍から3倍このように膨れます。発酵が終わったかどうか、指にしっかり粉をつけて指穴テストをします。このように形がそのまま残っていれば発酵終了です。キューッとつぼむようでしたら、あと5分10分寝かせてください。これをパンチしてガス抜きしていきます。発酵の終わった生地を等分に分けます。今日は1つ 50g に分けました。この生地をベンチタイムを取って伸ばしていきます。円形に伸ばしてください。ここに先ほど作って冷ましたカレーフィリングを包んでいきます。生地にカレーがつかないように気をつけてください。このようにしっかりと留めたら、生地を少し寝かせて巻き止まりが下になるようにして、鉄板の上に乗せていってください。このように包んで鉄板の上に乗せたら、後でチーズが乗せやすいようにクープを入れていきます。これで固く絞った濡れ布巾を上にかけて、だいたい30分から40分発酵させていきます。
発酵が終わった生地にこのように溶き卵を塗っていきます。ここにピザ用チーズを上にのせていきます。このようにチーズをのせたら200度のオーブンで10分前後焼いていきます。焼き上がりましたので粗熱を取ってお召し上がりください。レトルトカレーを使って揚げずに簡単にできるカレーパンです。チーズがカリッと香ばしく暑くなる季節にもおすすめです。